はい、チェンバリンです。今回は家でもアウトドアでも使えるコンパクトなスモーカーを紹介したいと思います。これからの時期贈り物にもぴったりかもしれません。なかなかすごかったです。このチャンネルは30代会社員中堅キャンパーがキャンプギアの紹介やキャンプの様子をお届けするチャンネルとなっています。ぜひ最後までご覧いただき、もしよろしければチャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。チェンバリンチャンネル。はい、ということで今回タルホリックさんから、コンパクトなスモーカーをね提供していただいたので紹介したいと思います。これ確か去年か一昨年だったと思いますが、ショート動画でハイボールめっちゃ飲んでる人が紹介しててめっちゃバズって気になってました。でもちろんハイボールや飲み物いいと思うんですが、今回ですねスナック菓子ですね、ちょっとじゃがりこをスモークして食べてみようということで、今回キャンプにね友達と来てますので現地でレポートしております。はい、で初開封なんですが、バーナーもねちゃんとついてきます。結構高級感のある箱に入ってまして、なんか持ち手もですねウッドで、これバーナー単体としてもねキャンプで使えるんじゃないかなというふうに思いました。今回なんかセット、のものをですね、提供していただいたんですが、まあ、バーナーもね最初からついてますのでガス管さえあればすぐ、使うことができます。はい、どうでしょう、見た目なかなかかっこいいですよね。はい、でこちらが本体です。本体だけでも売ってるんですかね。でなんか似たような商品 Amazon でもたくさん散見されますが、ものによっては結構ねまずいものもあるみたいなので、ぜひこのタルホリックさんから、購入していただければと思います。はい、ウッドですね、なかなか渋いですね、かっこいいと思います。でこのようなコップに置いて使うんですが、まあこの本体自体に滑り止めとかないのでね、下が平らでないと、蓋がね滑り落ちてしまったりとかするので、そこは注意が必要です。はい、そしてこのガストーチはですねガスライター用のボンベから、ガス注入してください。で今回結構寒いキャンプ でガスもちょっと足りなかったのか、このトーチねちょっとうまく使えませんでした。ちゃんと家でね確認して現地に持っていくようにした方がいいと思います。はい、ということで、あ、ちょ、俺もちょっと試しますけども、全部いくじゃがりこを、あ、普通に食べて、そう、まず1本食べて、本来の味だったナチュラルな味を、ふができる、うん、はい、結構高さ足りる、あ、いけるいける、全部入れる、話題のじゃがりこ、あー、いいね、このがいいか、よし、はい、蓋閉じまして、今回は桜でいきましょう、桜でお願いします。香りある？ない、まだ分からないね、うん、まだ分からない、これ蒸して初めて、なんか、あ、まあ、手でいい、いいよ、それどんなものさ、入れるものだ、小さじ2って感じ、小さじ 2? うん、そんなにいいの、あ、ちょっと斜めっとるもんね、はい、入れました、いい、もうちょい入れるか、うん、このくらい入れるか、はい、入れました、え、で、でこいつを、はい、これ炙る、炙ります、ガスが足りんかった、頑張れ頑張れ、ガスが足りんかったね、変えました、行きましょう、おおおお、煙がすごい、でこれを閉じる、こんだけでいいんや、おおすげえ、めっちゃスモークされてる、めっちゃスモークされてる、すごい、すごい、いいね、このその蓋の不安定さは、あ、そうか、あれで入れとるで、そうやね、ちょっとチップ入れとるで閉じて、どんなもん放置するんだろう、意外と短かったんだ、だいぶスモークされてますね、今、で、これ何分ぐらい、もう一回やってみる、いや、わかんない、もうこれで一回やってみるか、食べてみる、まあ、え、もうそんなでいいよ、でも煙はだんだん消えてきとんだ、あ、そうやね、じゃあ開けます。おお。それでいいの？どうなんだろう。匂う、まず。足りんかったか、ね。ああ、まあちょっと匂う。うん、ああ、でも、お、桜の匂いする。おおおお、いぶされとんね。うん、いぶされしとんだ。
ただこれ味変わるっていう、変わるの、これだけでいける、入れてみて、マジでやんなわけ、本当になわけないなわけないよ、うわええ全然違う、全然違う、めちゃくちゃする、え、全然違う、全然違う、しっかり燻製食べてる、めちゃめちゃ大人の味になった、こんな一瞬で、うわこれ酒と合うと、これ合うね、酒めちゃくちゃ合う、え、すごいびっくりした、こんだけでいいんだ、え、俺これ買おうかなマジで家でやりたい、いや正直ね、ケチェンの YouTube のリンクからえ、正直こんだけでって思ったけど、え、全然チーズとかやりたいね、あ、やってみたいのこれ、全然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 、何だろう、なんかでも今までなんか燻製のやつ食べてきたのあるやん、うん、一番味ついてる、味ついてる、こんな一瞬で即効性ある、めっちゃ、え、これハイボールめちゃくちゃあるね、酒飲みやね、これ酒飲みや、じゃがりこうまいな、うまいな、じゃがりこ、燻製されたじゃがりこ、これちょっと驚きかも、めちゃ美味しい、なんかせっかくやら他のチップバーとかでやってみようか、私ということでハイボール、まずシンプルハイボール、はいはい、いつものハイボール、1分を置きます、これじゃ、めちゃくちゃ、まずこの匂いがす、煙がすごいよね、匂いがすごい、あーでもじゃがりこの方があれかもしれない、うん、ちょっと足りんかった、普通のハイボール、これはこれ分からんの、分かる分かる、あ、ほんとしてる、してる、いや、するよ多分、ほんと、うん、グラスで飲むとよりなんか感じるけど、匂いもするし、あ、ほんと、うん、全然風味する、いや、これいいね、いいアイテムだな、チェンバリンチャンネル、はい、ということで動画を最後までご覧いただきありがとうございます、なかなか驚きのあるスモーカーでした。うちでも楽しめるので、ぜひ贈り物でもね、自分にも、買ってみて試してほしいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チェンバリンでした。